ここが我が家だ。いい家じゃないか、江戸。地下の高いホームじゃこうはいかん。30年間の血と汗の賜物だ。北条の豪邸とは比較にならんが、交通の便はいいんだ。すぐ近くにリニアレールのサウスガーデン駅がある。リニアレールは浮上走行なんで、騒音や振動はそれほど問題にならないんだ。帰るところがあるのは羨ましいよ。そうだな、うちに帰るとホッとするよ。さあ、遠慮せずに入ってくれ。じゃあ入ろうか。あらパパ、おかえり。おう、ただいま。ゼロ G 体操の練習だったのか。新しいユニフォームなの。どう。ちょっと見えすぎじゃないのか。もうそんなことばっかり。素材が決め手なのよ。流行の天然複合新素材、汗の吸収力がいいんだって。俺は中身の方が興味ありだね。こら、ジョナさん、娘だぞ。パパ、こちらはお客さん。ああ、今日はパパの古い友人を連れてきた。夕食の用意大丈夫か。ええ、いつも多めに作ってるから、足りなかったらパパの分減らすわね。勝手にしてくれ。アナです。ジョナサン、ジョナサン・イングラムだ。よろしく。ジョナサン、あなたが。パパからよく聞いてるわ。マーク、パパの友達のジョナサンだ。挨拶は。気を悪くせんでくれ。マークは精神的な病気なんだ。言葉を持たん。自閉症のようにな。さあな、着替えて飯の支度を頼む。そうね、このユニフォーム1時以下で試着してると疲れるの。残念だな、脱いじゃうのか。まあ、パパの友達は理解があるわ。アナ、早くしてくれ。わかったわ。困った娘だ。親をバカにしとる。いい子じゃないか。さあ、ジョナサン、ゆっくりしてくれ。疲れだろ。アナの誕生日に買ってやったんだ。あの有名な LS の超高級バッグだ。マークの描いた絵だ。この絵はコンクールで入賞したんだ。何で描いた。ああ、子供用のグラフィックノートだ。ピクノ8。これはそのデータをプリントアウトしたものだ。
しかしこの風景は地球のものらしい。マークは絵だの？見ての通り、マークは肌の色が違う。俺の子じゃない。マークは養子なんだよ。マークはある事件の生存者なんだ。その時に本当の両親を失っている。そうだったのか。キャサリンが亡くなった暑い年だった。ナーク中毒者が正気を失って家族を襲うという事件が起きた。中毒者は自分の妻をナイフで滅多好きにし、息子まで巻き添えにしようとした。俺は現場に居合わせ、その子を守るために男を射殺した。その子の目前で、ああ、俺はあの時から銃を抜けなくなったんだ。デカとしては命取りだよ。マークはあの事件のショックで口が利けなくなった。両親が目前で殺されたんだ。あの子のショックは相当なものだったに違いない。さっき自閉症とか言ってたが、精神的なショックでは自閉症にならないんじゃ。ああ、正確に言うと自閉症ではないんだ。分かりやすいと思ってな。緘黙症とか言うらしい。無理に話そうとすると痙攣するんだ。無言症とも言われるらしいが、マークは言葉では自分を表現できないんだ。それで絵を描かせてるのか。マークは一日中絵を描いてるか古い映画を見ているかだ。マークとはうまくいってるのか。いや、俺のことを父親としては見てくれてないだろう。そうなのか。マークは俺を憎んでる。エド、いつかは心を開いてくれるさ。そう思いたい。しかしマークは。焦ることはないじゃないか。時間をかければ話せるようになるさ。エドはマークを愛してる。なら気長に待つことだ。Thank you.
ができたわ。パパ、どうぞジョナサン。ジョナサン、飯にしよう。さあ、召し上がって。アナ、好きな人いるのかい？恋人とか。おらんおらん。もう、パパったら。今まではいなかったけど、好きな人、できたわ。こら、こいつはダメだぞ。マーク、なかなか絵が上手だね。地球へ来たら一緒にスケッチしようか。うん、おじさんも絵を描くんだ。今度見せてあげようか。ジョナサン、マークはお前に懐いているよ。普通なら他人と食事は一緒にしない。そうか。珍しいことだが、多分そのタバコだろう。タバコ？マークはタバコに興味があるんだ。古い映画なんか見るとタバコ吸ってるでしょ。はは、映画ファンらしいからな。マークはあれに憧れてるの。実際にタバコを加えた人間を見るのはお前が初めてだろう。マーク、いい趣味してるよ。本当にいい家族だな。俺の唯一の自慢だ。ただマークのことはあるがな。大丈夫さ、時間が解決してくれる。だといいが。Thank you.
べてみよう。なんだこれは。よし、一つ食べてみよう。そうだな、じゃあこの厚揚げをいこう。なんだこの味。よし、一つ食べてみよう。なんだこれ。食べてみようか。まずい。どれ、食べてみよう。なんだこの味。まずい。キャビアか。食べてみよう。これがキャビアか。さて、これからどうする。奴らも動き出すはずだ。徳川の出方を見張ろう。どうもこういうじれったいやり方は性に合わない。仕方がない、ここは OLA じゃないんだ。ジョナサン、どんどん食べてね。冷めちゃったけど。ああ、遠慮せんとな。お前は俺と違ってまだ30代だからな。エド。
んです。え、どちら様ですか。ええ、はい、はい、そうです。お待ちください。パパ、ビデオフォンよ。ちょっと変なの。音声信号だけで、カプセルのことで話したいって。カプセル？はい、エド・ブラウンだ。誰だ？誰でもいい。あんたらの損になる話じゃない。いいか？よく聞け。AMM に来るんだ。あの探偵も連れてこい。北条健三のことについて嗅ぎ回ってんだろう。どうしてそれを。なことはどうでもいい。来るのか来ないのか。わかった。AMM だな。いい話が聞けるぜ。AMM のパイオニアの前だ。パイオニア？来ればわかる。俺の名はナインスターズ。じゃあな。ポリスノーツ。ジョナサン、撒いた種が芽を出したぞ。タレコミだ。餌にかかったか。どうだ。 AMM 宇宙飛行士記念博物館。 AMM か。アナがバイトしてたという。すぐ乗り込もう。待って、全部食べてからにしてよ。まだ時間はあるわ。冷めちゃったけど。アナ、ごちそうさま。美味しかったよ。ジョナサン、また今度。もう、知らない。マーク、今度絵を見せてくれよな。うん、行くぞ、ジョナサン。誰だろう。行けばわかる。しかしあのビデオフォン、聞いたことのある声だった。ふん、いいタイミングでタレコミが入って助かった。アナには悪いが。お前はいい、俺は毎日だ。毎日わけのわからんものを食わされてる。エド、お前が作るよりマシだろ。再婚でもするか。これ以上厄介はごめんだ。なら我慢するんだな。